こんにちは、山田と申します。今日はね、どこに来てるかというと、四日市足長鉄道ね、三重県四日市の足長鉄道の、品川駅の近くに来てます。バス停で、バスの方に乗るんでね、こっちの方に来てますけど、今日はね、何をやっていこうかというと、 JR のね、 JR 西日本のね、ターミナル駅、例のごとく、いつものごとくのターミナルのやつですけど、あれのやつをやろうと思ったら、もうバス来たな、いいや、JR 四日市駅で撮るわ。またちょっといろいろ説明しないといけないこともありますんでね。よし。さあ、ということで早々にね、JR 四日市駅まで来ましたけど、そうや、駅名はなくなったんだよね。前々一応これ映した四日市駅間があったんですけど、なくなっちゃいましたからね。JR 四日市駅ね、来てますよってことなんですけど、今日はね、やってこうっていう企画は大型企画ってことで、JR、西日本の、ターミナル駅のね、完全制覇の旅をやっていこうやないかというわけでございますね。ところがですね、もうね、しょっぱなからね、もういろいろとつまずきまくっているわけでございますよ。まずね、前の動画ね、のところでも、言ってましたけど、カメラのね、調子が悪くなってしまって、一応ね、電源つくようにはなったんですけど、でも調子悪いんでね、これちょっと長期のね、ロケに持ってくるのはちょっと、難ありやなと、いうことでございます。だからあのカメラが使えない、これは大きいですよね。特に、長期間のロケってなってくるとね、で今回その JR 西日本の、末端駅をね、回ろうという企画なんで、まあまあ大変だっていうのはね、パッとね、思い浮かぶと思うんですよ。実際ね、パッと調べてみたら、和歌山市駅から始まって関西空港駅に入った羽衣駅だったっけ。あのね、要はスマホに一覧作ってきたんですけど、今スマホで撮影してるんでそれが見れないというね、大矛盾に陥ってるんでね、パッと思いつきで言ってますけど、あとは何だったっけ、桜島と、JR 難波があるか、難波行ったことありますけどね、難波とあと藁岬があって、あと何だったっけ、でそこから、岡山の方にね、なんか一個あって、で広島に秋亀山が、ここも行ったことありますね、秋亀山があって、でそこからね、山口に何個かあるんですよね、長門市駅だったっけな、長門本山か、とかね、あったりとかして、で2つぐらいで、日本海側と瀬戸内側と両方にあって、でさらに境港にあって、でそこからポンって飛んであっての北陸の方ですよね、あっちの方にまたして、一番厄介なのは多分九頭竜湖っていうところですけど、めちゃくちゃ離れるローカル線のね、奥っちょにありますんでね、下手すりゃ伊勢沖地よりも行きにくいんじゃないかというようなところにあったりするんですけど、そのあたりを全部回ろうという企画だったんですけど、もういろいろと飛んだしてるわけでございます。今時刻が10時30分、もう遅すぎますよね、そういった企画をやるにしたらね、いつもだったら朝の5時半とかから回り出す人間なんですけど、今日もね、起きてるのは起きてるんですけど、もう朝の4時過ぎから起きてるんですけど、ちょっとね、用事があっていろいろそっちの方の対応とかしておったら、もうこの時間になってしまったんで、やべえなと、もう初日スタートからね、こけてるし、でしかも、あれがない、ビデオカメラなし、なのでスマホで撮らないといけないってことでね、スマホで撮るように、一応対策として、もともとね、SD カードとか大きいの使ってますね、ここで512GB のやつとか使ってますし、でただこいつの問題はヒートアップですよね、いつものごつくまた止まってしまう恐れがあるというね、爆弾抱えております。サーモセンサーがね、すごくいいカメラすぎて、サーモセンサーが強すぎて、すごく温度エラーでね、止まってしまいやすいという問題を抱えている、この爆弾を、どうかかいくぐるかの中で、この炎天下なんですよね。ちょっと今日はかけてますけど、まあ炎天下なわけでございますよ。これはまずいなというところなんですけど、さあどこまでこのやつが持つのかで、あとはバッテリーですよね。でバッテリーも、そのあたりはね、ちなみに、熱害対策として一応めちゃくちゃ古いスマホ持ってきました。もうねバリバリに割れちゃってますけど、何年前のやつだこれ、5、6年前か6、7年前のスマホなんで、性能悪いんですけど、サーモセンサーも減ったくりもない、時代に作られてるやつなんで、実は、
熱で止まるっていうことはないんですわ、基本的に。なので一応これは持ってきました。フル充電して今電源切ってある状態です。最悪このバックアップ使いましたら、これを使った瞬間に映像は終わります。どこで使ってたっけな、静岡行った時なんかに使ってますけど、静岡から新静岡まで歩いたやつね、うちのところで4000再生ぐらい入ってるやつ、作ってるんで、であと4万再生入ってる、あいつもそこそこ超えて撮ってるか、エスカレーターの映像ね、なんかがこれで撮ったりしてたんですけど、めちゃくちゃ手ぶれするんですよ。もうとにかくそういった機能とか何もついてない時代のやつなんで、なので、ね、そういった、ネックは抱えてますけど、まあ、とりあえず取れないとまずいんでね、一応持ってきてます。あとバッテリーとかね、そのあたりは、ちょっとね新しいのも買いまして、2万ミリアンペアか、でかいやつ買っておいたんで、とりあえずこれでなんとかしのげないかなというわけでございます。で普段のね鉄道移動とか車移動だったらね、もう全然何も気にせんとね、充電しっぱなしにできますから、車の電源からね。なんですけど、まあ電車移動の時もね、特急とか乗ったらね、最近はもうコンセントついてるからいいんですけど、今回使うのはね、こいつなんですよね、青春18切符ってことなんで、その辺りがね多分壊滅なんですよね。途中充電ができねえぞと、暑いから中に入ろうと、いうことなんですけど、で次何分か、40分と、とっても40分か。これどっち行った方がいいんだろうな。もう熱がいで止まっちゃったよ。ってことなんでね、とりあえずこれ使っていくぞっていうことなんで、どうしようかな。で、いろいろ考えたんですけどね。で、これ、もうこの時間から全部回ろうと思ったら、一応4日分のことなんで、丸4日使えるんですけど、これもまたちょっとね、問題があって、YouTube の方はもう週末分も全部入れてあるから問題ないんですけど、ニコニコの方ですよね。あっちの方が、どこまでだっけ、10回分、直近10回分までできない。じゃあ10日先までできるのかって言ったら、うち今、1日3本投稿っていうね、バカバカしいことやってるんで、1日3本投稿だとこれ3日分しかないんですね。そうすると、今月か水、木曜日の朝の分か、までしか投稿ができてない。ですから4日、フルで移動してると投稿ができなくなってしまう。投稿に穴が開いてしまいますね。これダメなんですよね。うちのところも投稿しますって宣言してしまっている以上ね、それはまずいね。この暑さでもうダメですもんね。大丈夫かな。幸先思いやられますけど、とりあえず、そんな感じで、出だしずっこけとるし、途中もねですから、どうしようかなって。結構ホテルとかでもまずいんですよね。手持ちがこれしかないんで、ニコ動の場合そのアップロードしようと思うとパソコン環境がないと難しいんで、だから、長期にわたってしまいすぎると強制期間になるか、それかまあネカフェでね、どっかでうまいこと、ネカフェに入れればパソコン環境を手に入れれますから、まあ、あんまりネカフェのやつでね、ログインしたりとかして、投稿とか、あんまり本来はね、推奨すべきではないんですけども、今回はね、行ってられませんということなんでね、そのあたりを、どうやってこうかなってところなんだけど、とりあえず、そろそろ行かないとまずいのか。で、そう。最初はね、ほら、和歌山市駅あたりから回ろうかなと思ったんですけど、今からそれやってると、もう確実ね、もう中国地方の方、間に合わなくなっちゃうよということなんで、さすがにね、両地ってだいぶ押しちゃってますんで、もうね、一気に、とりあえず岡山から攻めようと思います。で、まあ、最悪兵庫、和歌山とかね、あの辺りは、近場で行きますから、ということでね、ひとまずもう一気に岡山まで、目指していこうかなと思います。ってことでね、とりあえずそっちの方までずんとんと行っちゃいと思いますよ。さあ、どれを押してもらったんだよね、中に入りましたけどさ、これね、どっちかに行こうかなってとこやけど、まあ、確実にそっちの方まで早く行くんやったら、名古屋行くか、名古屋方面から抜けた方が早いでしょうからね。56分の快速の早いかな。とりあえずこれ一回乗るか、空いてるだろうし。
あとそう、このスマホだと最大15分までしか撮れないんで、車窓とかね全然撮れないんでね、そのあたりはもう割り切ってやるしかないです。もうどうしにしろ今回相当容量でかくなっちゃうんで、全部フルでね撮ろうと思うと無理ですからね。